はい、どうもカッパ院長です。ちょっとなんかもう今日は喉が限界に来ちゃったんでねこれがちょっと最後になりそうなんですけども、だからちょっとまとめていきましょうかね。なんだろうな、この高速鉄道つながり、静岡締めみたいな感じかななんかよくわかんないと思いますけども、こうベトナムのこの高速鉄道計画に、日本の新幹線お願いみたいな、そんな話あったじゃないですかね。でそれを、またこれ何度目かな、なんか中国がね、けしからんと、けしからんっていうか、ね、それは日本に頼んで正解なのかいみたいななんかよくわかんないことを言ってくるんですね、中国がね、おめんところよりは確かだと思うぞ、でその高速鉄道じゃないですけど、このリニア、ね、この日本のリニアといえば静岡県、ね、この川勝知事、ね、またなんかよくわかんないね嫌がらせしてるんですよ、ね、静岡じゃなくてこの隣の山梨に、ね、嫌がらせしてるんですよ。なんかこのボーリング調査、JR とこの山梨県が、ね、静岡県内の話じゃないですよ。静岡県内じゃなくて静岡の人間が山梨で、ね、この JR と山梨県の話を、ね、けしからんって、ね、なんくせつけてるんですよこいつら。まあなんかここはここでおかしいよなやっぱな。でまあ、その静岡の川勝知事、ね、この他県に嫌がらせしてる暇があったら、てめえんとこのケツ拭いてからにしろよと、せめて。あの盛り土の件あったじゃないですか、熱海の。ね、この、 あの災害ですよ、災害。すごいんですよ、ね。俺は間違ってない。県の対応は最高だった。ね、業者が下手こいただけだっつってんですよ。すげえな。っていうのをね、ちょっとね、ざーっと見て、今日はおしまいにしたいと思います。なんだろう、この風邪ひいてんのかな、違うかな、喋りすぎかな最初に、まあいいや。まず中国が、要はこのベトナムがこの中国の提案を蹴ったと、2度も挙句、ね、日本に、ね、この高速鉄道の件を頼む気か、ちょ待てよっていうことを言ってんですよ中国がねそれは正しい選択なのかっつってんですけどもおめえらのところ、ね、おめんとことつるむよりはね、はるかにまともな判断だと思いますよ。正しい選択だよ。1月25日の記事なのかな、中国メディア。トラ臭い。トラ臭いってなんだろう、これ。なんて読むんだろうね。経済発展の起爆剤として南北高速鉄道構想を掲げるベトナムが、鉄道建設を中国ではなく日本に依存しようとしていることについて、それは正しい選択なのかとする記事を掲載していたとお前らなんてもう騙して間違いだらけじゃねえかよな。で、ベトナムが2006年、一の高速鉄道建設を計画するも10年に頓挫した時に続き、近頃再び日本に対して高速鉄道建設支援を要請したと伝えた。そしてベトナムは経済発展の起爆剤としてハノイとホーチミンを結ぶ全長1560キロの南北高速鉄道を開通させる構想を持っていて、25年から41年まで16年かけて3つの段階に分けて建設する計画だと紹介。へえ。で、ベトナムの沿海地域を通る高速鉄道建設は地形が平坦であることから、中国が請け負えば少ない投資でスピーディーに完成させることができるにもかかわらず2度にわたって中国を蹴って日本の新幹線技術に頼ろうとしている背景には、自らの安定を保つ上で、政治的経済的に米国側陣営、中国それぞれとつかず離れずのポジションを守る必要があるという、ベトナムの地政学的な思惑があると論じたと。それ以前に、ね、お前らのところが使い物になんねえからじゃないの、ね、お前らが嘘つきだからじゃないの、ね、安く上がるとか言いながら、ね、最終的にこうね、ケツの毛まで抜かれちゃう法外な、ね、そういう要求仕掛けてくる、ね、新幹線ヤクザだからだろ、新幹線じゃないな、高速鉄道ヤクザだからだろてめえらが、まあこの後もね、ああでもないことでもいろいろ書いてあるんですけど、一言で言うと、ね、負けて悔しい、我々中国が、ね、日本なんかに負けて悔しい、日本なんか失敗しろバーカバーカって言ってるだけ。はい、ムシムシ、次いきますよ。山梨県、そう、山梨県の地質調査に静岡県がそんなことすんなって文句つけてるんですよ。もうずうずうしい越権行為ですよね。
まあ、これ当然反発を招いてるんですけども、本当こいつ何様のつもりなんだろうね、こいつはもう秒でクビにしないとダメだよな。リニア工事めぐって水問題を議論する、だもう水問題じゃないもんね、鼻から。だってさ、この自然が環境がとかって言う割にね、静岡県どうよ。まあ、この次見る話につながりますけども、普通に山ぶっ壊して、ね、もう木ぶっこ抜いて、ね、環境ぶっ壊しながら、ね、もう中国様々メガソーラーガンガン進めてんじゃん。だからもう環境なんかもう嘘ばっかだよね、本当ね。再エネ太陽光は嘘つきってもうずっと言ってますけども、ね、まさに嘘つき知事と、ね、それを率いている静岡県、これ副知事とかもそうですよね、うん、環境なんか何にも考えてねえじゃん。だからこそ山崩して、だって人も亡くなってるんですからね。それでいや静岡県としては、県としてはね、うん、よく言えるよな、そんなことが、ね、普通に殺人だよ、殺人で。まあ、なんかこのリニア工事めぐってね、うん、水だと。で、静岡が、JR が近く実施を予定する山梨県内での地質調査についてやめろと。もう一回言いますよ。静岡県が、ね、JR が山梨県内でやろうとしている地質調査にやめろと文句垂れてるんですよ。はぁ、なんだよ、こいつ。うん、いやもう本当ね、政府もこの自治体もおかしいことだらけだよね。そんなにこの売国してなんぼなのかな。そんなに半日楽しいん、もう感覚的に不思議でしょうがないんだよね。いや、あれですよ、問題点があって改善点があって、ね、それを指摘して追及する、うん、それは全然おかしなことじゃないと思います。こういうのは違うじゃん。ただ単に日本の何かとかどっかとか誰かを邪魔してね、うん、おかしいよな、本当ね、うん、どんだけ腐らされちゃってんだろう、日本社会って。で、この川勝知事、あの盛り土の件ですよね、視察したんだって、うん、で、これからは厳しく望んで、今まで何だったんだよ、指導したけど聞いていただけなかったとかって責任転嫁してんですよね、業者に、うん、自分たちはちゃんと、ね、やることやったんだって言い張ってんですよ。はぁ、だって大執行などができたはずですけど、ね、で実際そうやって聞かれてるんですよ。でそれに対して回答がもう答えになってないっすよね。リニアもそうですけど、なんだろう、このサイコパスなのかな、この人も。言ってることがもう全然意味不明なのばっかじゃん、うん。まあ、ただ一貫してるのはね、うん、自分は悪くない、ね、相手が悪いんだ、ね、我々は何の問題もない、ね、ずっとこれを言い張ってる。だからトワランとのあの国なんかと一緒だよね。しかも他人事じゃねえだろ、うん、だって管理監督、ね、監視指導するのがお前らの仕事じゃねえのかね、うん、なんだろうな。こんなのもさ、ね、一定数県民に支持されちゃうわけでしょ、ね、言ってな、国会議員でもほら、ね、エネジロー君なんかも当選し続けてるから、なんだろうな、地元の人にしかわからない魅力とかあるんですかね、この人にはこの人で。だって何の改善もしてないのに指導したって、ね、すっとぼけてるわけですから、ね、だからもうこれあれですよ、自然災害じゃないです、ね、無責任人災ですよ、人災、うん、こいつのせいっつってもう静岡の人たちは怒っていいはずなんですけどね、うん、ということで今回は以上、されてございました。ではまた、ごきげんよう。